大名など武家に仕える、家臣僧、家臣の集団である。特に主君の蕎麦近くに仕える者は、近親と呼んだ。中世以前の武士の主従関係において、部門の頭領に従属する武士を家人と称した。こうした家人の多くは、平安時代の軍事、都合の系府を引き、国府の在庁官人として、国府行政の一端を担い、一方で、 陰宮王進家や有力な自社に荘園を寄進して、国府の重税から逃れることで、財政負担と、朝廷からの干渉、介入を防いだ。同時に、対外的な武力振興に対しては尊い血筋と、武名、朝廷や検問との親密さを背景に地方に、強固な勢力を持つ部門の東領に侵入して、本領安堵をこい、その保護下に入ることで難を逃れた。 すなわち、地方武士の多くは、自己保存のために利害を共有できる家に、権力者と複数の主従関係を持つことで、独立と自己保存、そして、勢力拡大の機会を獲得していった。特に武士間の主従関係においては、利害関係が如実であり、不利な戦況にある部門の頭領の下から去り、敵対勢力への倉替えをしたり、背く場合もあるなど、 武士の主従関係とは決して絶対的なものではなかった。初の武家政権となる鎌倉幕府が成立して以降も同様である。室町時代に至ると武家の主従関係はそれ以前よりは強固とな関係となる。鎌倉時代の守護の系譜を引く武家は室町幕府においても多くが守護として認ぜられ、それまでにない犯罪や 守護受けの権限を獲得し、荘園への修税権をかけることができると同時に、人国の休止闘争の系譜を引く、国人領主を悲観として従属させ、イ隠吾シン家や自社の荘園にも、守護受けなど、一定の修税権を獲得するなど、強い勢力基盤を形成するようになった。黒人領主も、幕府の方向州の地位を得て、 守護の干渉を防いだり逆に牽制することもあった。逆に守護の悲観として、貢献度を高め守護台の地位を勝ち得たり、幕府や守護を通じて、官位を得て、その意向を背景に、対外勢力の侵略を防いだり、自らの支配権の正当化が図られた。一方でそれら守護や国人の支配権は無条件に、強固になったわけではなく、悲観が、 他の守護に寝返ったり、他の国人と一気を結んで守護の干渉を防ぐことも、あった。荘園に対する修繕についても、守護不入権を勝ち得た荘園には介入の余地がなく、非合法で横領する他はこれらを支配下に組み入れる、ことは困難であった。黒人領主も同様であり一門や、書や、配下の土豪僧とは、主君と家来というよりは、緩やかな同盟関係に近く、 黒人領主の存在は、主君というより、名手に近かった。故に、国人が、配家の諸家や、都合の意向を無視することはできなかった。ややもすれば、国人の配家が、幕府や守護に願い出て、国人として、自立を図ることもあれば、利害を違えた場合、諸家が国人に公然と反逆し、合戦に及ぶことすらあった。すなわち、 中世以前の武家の主従関係は利害を共有することにより成立し、決して絶対的なものではなかった。戦国時代以降も主従関係において利害の共有が重要であることに違いはなかった。むしろ下国上やより利害を違えた場合、倉替えすることが当然視されるに及んで、より顕著調となったと言ってよい。 ただし、室町時代以前の守護大名や守護大、黒人領主と、戦国大名の大きな違いは強固な家臣団を形成し得たかどうかにある。大名の家臣団にとって、中世以前と大きく異なるのが、有能な家臣の登用である。一門や、書や、遠席、あるいは有力国人や土豪を系府に持つ、有力家臣が大名家の内政を左右することは、 珍しくないが、終わり国の戦国大名をだ信長が、農民の子から足軽になった、橋場秀吉を家臣に投用したように、実力次第では、出世が可能になるのも、戦国大名の家臣団において見られた一つの傾向であった。一方で血縁と、伝統的な主従関係のもとに成立した譜代の、家臣と実力を買われ投用された新山の圧力も、生まれることもあった。 また、戦国時代も後期に至ると、それまでの反独立的な地位と状況によっては、命令を拒むことができた、非関層を完全に従属させ、家臣とし、有力な大名は、城下町を形成して、屋敷を与え、家臣、または家臣とその祭祀を住まわせることで配信を防いだり、次第に、武士の土着化を防ぐようになっていった。豊臣秀吉が関白となって、 以降は、平能分離が進み、平時は、地業地で農業にも携わった家臣を完全なる、分離、または、武人として専業化させるに至り、大名と家臣の関係も必要に応じ途上しつとめを、果たす関係から常に途上しつとめを果たす、戦住の関係へと発展していった。江戸時代以降となると、将軍の絶対的な権力のもとで直進たる金星、 大名と陪信である、家臣団の関係はより絶対的な主従関係となり、家臣に領地を与え、または、本領安藤氏土地支配権を認める、治行性に変えて、武士の給与、放禄性とし、大名の土地支配権を大名が一括して担う、傾向が強くなった。その中で次第に、家臣団が支配下の領主軍から、大名家の方向集団への性格を強めることに、 なっていった。平穏な時代の訪れとともに、武断的な家臣よりは、文字的な家臣が徴用されるようになったことに加え、安土桃山時代になされた、平能分離に加え、江戸時代に、俸禄制が、主流になったことで武士の利量化がますます進み、領主としての武士は、官僚、役人としての武士としての性格を強めることとなった。ありがとうございます。